皆さんこんにちは、フラワーアーティストの前田由紀です。アイコーム店の YouTube チャンネル花と愛のある暮らし、今回はアイパーク埼玉でいろんなお家を見て回ってるんですが、今日はイエスのお家でフラワーアレンジメントをお送りしていきます。このお家はとってもおしゃれで、いろんな場所で小物も黒とグレーで統一されてて、本当にこう引き締められてアクセントになってるんですよね。でそんな中、今回は花瓶もちょっとグレーっぽいトーンのものをご用意しました。で同じグレーでもちょっとこう模様がついてたり動きがあると、こうインテリアにも馴染みやすくて、ちょっとアクセントも出るので存在感も出ていいかなと思います。で今回お送りしたのが、結構ユニークな草花を味方につけようということで、珍しいドライフラワーをご用意したんですね。こちらご覧ください。もう見たことないって方多いんじゃないかなと思うんですけど、ハケアビクトリアというアフリカのお花なんです。これは南アフリカから届いてるんですね。すごいキャベツみたいに大きいですよね。トゲトゲしてて触ると痛いんですけど、このハケアビクトリア、ちょっとユニークなお花って、花で飾るのは抵抗があっても、ドライフラワーだとすごいインテリアとして結構長く楽しむことができるんですね。なのでこのハケアビクトリアを入れて作っていきたいと思います。でユニークなお花ということで、ちょっとこちらもご紹介したいんですが、これはドラセナをドライフラワーにしたものなんですね。こんな風に斑入りのドラセナ、この模様が2色になってる葉っぱのことを斑入りというんですけど、斑入りのドラセナ、すごい雰囲気があって可愛いですよね。今回はこのハケアビクトリアと、ちょっとユニークなドラセナの葉っぱをメインに作っていきたいと思います。そしてそれに合わせるのは、まあ、この回でもよく登場しているミニカスミソウのプリザーブドフラワー。これは本当にね、ほんのりブロンズカラーに染められてるんですね。なのでちょっと冬っぽい雰囲気も結構するので、これをアクセントにしたいと思います。そしてこちら、ソテツの葉ですね。ソテツってすごい硬い印象の緑のツヤツヤした葉っぱなんですけど、この葉っぱブリーチがかかっていて白くなってます。なのでインテリアとして入れても、ちょっと明るさも出すことができる、すごく重宝する葉物です。では早速入れていきましょう。まずはこの個性のあるハケアビクトリアから。もうすごいカサカサしてるんですけど、すごい丈夫なんで、多分花屋さんで売ってるとすると1本で2000円ぐらいするかなと思います。でもずっと飾っておけるので、そういう意味では結構コスパはいいのかもしれません。結構ね、安いドライフラワーだとポロポロ落ちてきちゃったりして、あんまり長く楽しめなかったりするので、しっかりしたものをこうざっくり飾るっていうのもおすすめの飾り方の一つです。ね、それぞれのお花の顔がよく見えるようにちょっと入れて、で背中の方にこのソテツを入れていきます。よしよし、こんな感じで、はい、まとめてみました。どうですかね。はい、では今日はこのハケアビクトリアをメインにしたお花のアレンジをこのお家の中に飾っていきたいと思います。ではこのユニークな花材なんですが、まずはここ、もしキッチンにスペースがあったら、こんな風にちょこっとドライフラワー飾るのもおすすめですね。はい、こんな感じで、ここって玄関から入ってきて真っ先に見える場所なんですね。なので結構キッチンごちゃごちゃしがちなんですけど、こういうところにこうドライフラワー飾っておくと、お客様からも見えていいかなと思いました。では続いて階段の上に行きたいと思います。こちら2階のライブラリーコーナーです。スキップフロアになってるんですけど、ね、ここもすでにいっぱいグリーンとか飾ってあるんですけど、こういうところでも、ね、ポンとドライフラワーを置くととても映えそうですね。では次に行きましょう。
ではこちらを上がっていきます、ね、前回の回でもご紹介したセカンドリビングを通り抜けて皆さん覚えてますか？こっちに何があるかというと書斎があるんですよね。この書斎に今回はお花を飾りたいと思います。じゃーん、こんな感じですね。やっぱりここ屋根裏なのでこう密閉された感じでちょっとこうね暗い感じになりやすいんですけど、そこにお花を置くとすごく全体的に明るい印象になるので、ぜひ飾ってみてください。ということでここまでお送りしてきましたが、いかがでしたか？いや本当にこのお家はいろんなスペースがあるので、普通の2階建てのお家よりも飾る場所がたくさんあるんですね。なので普通だったら考えられないような空間、ここもセカンドリビングといって 2.5 階のスペースなんですけど、こうお花を飾るスポットもたくさんあるので、こう空間作りの工夫としてお花を取り入れてもらいたいなと思います。ハケヤビクトリア、ぜひ覚えてください。ここまでご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録とグッドボタンお願いします。そして次回もここアイパーク埼玉からお送りします。お楽しみに。さようなら。